新商品。新商品。コンテナといってパネルアンテナで指向性の距離が5倍ぐらい飛ぶように。マジですか。フォンマップっていうのはそのフォンのスポット、アクセスポイントがどこにあるかっていうの、まあこれだけ今、アクセスポイントがありますよと。こんなにそのフォン自らが、その場所を借りて設置していっているのではない。ユーザージェネレーティドな無線LAN共有サービス、うん、ブロガーさんたちにどうやってアプローチしようとか、そのみんなが盛り上げていってくれるためにどう仕掛けていけばいいのかっていうところを考えるっていう。大物が来ました。自分より大きい。お、寄せ書き。12月4日に、はい、フォンナイトに来ていった。去年のフォンナイトのゴーイングマイウェイさんとかいますね。第2弾やりたいですね。あ、やってください。1周年記念とか。なんか日本で伝わらないジョークとかもあったりするじゃないですか。なんか日本に訳すと全然ジョークが通用しなくて面白くなかったり。グローバル化って本当ローカライズ化というか、グローバライゼーションっていうのは世界がみんな同じことをやろうとするのではなくて、うん、同じ目的に向かうために、うん、ローカルで そのアジア、オリジナリティ、うん、文化、うん、カルチャー、歴史なんだから、うん、それをもっと出していく、ディバーシティが増えていくというか、うん、そういうもんなんじゃないかなっていうふうに、じゃないと一つになれないですよね。皆様のおかげで順調にここまで来れて、本当に今からスタートだと思ってますので、これからもフォンジャパンをよろしくお願いします。